皆さんおはようございます。神様の家にいるということは素晴らしいことです。ですえー、たくさんの人が今風にかかっってていまししちょっと悲でですすねねインンフルエザ So let's be praying, uh, for all the kids and even parents who are sick. I think even one child went to the hospital this morning, is that right? Grandkid Conception? Uh, She's gone. Uhhuh, okay. そのインフルエンザー、風邪にかかっている子どもたち、そしてご両親、そして子どもさんの中には今日朝なん朝、病院に行ったという方もいらっしゃるんですけれども、その方たちのことを覚えて、祈っていきましょう。今日はですね普通だったらビジョン とミッションっていうあのシリーズを続けてお話ししようと思ってたんですけれども、あまりにもたくさん今日お休みしてらっしゃる方が多いので、えー、その方たちが病気が治ってまた戻って来られてから、そのシリーズのメッセージは続けていきたいと思いますで。今朝は誰が知恵が欲しいですかっていうこのタイトルなんですけれども、そのメッセージをしていきます。誰がが知恵が欲ししいでしょう So let's uh, read a verse together. So sh text. Some of the PowerPoints have Japanese and some of them don't, so um sorry. I couldn't get it finished this morning. パワ、えーポイントをこれから出していきますけれども、英語だけであったりとか、日本語だけであったりとかこう、両方ちゃんと入ってないところがあるんですね、ちょっと今朝全部終えることができませんでしたので、ご了承ください、ごめんなさい。Okay. 信玄、okay. okay. so, の11章の2節です、一緒に読みましょう。せーの。Disgrace, せーのわあ、ちごめんなさい。日本語ちょっと読みづらいですね。こっち見させてくださいね。えー、高ぶりを。高ぶり 来ればまた来る知恵は減り下るものと共にあるお祈りします天のお父様この時間をありがとうございます 主を祈ります。あなたの御言葉が私たちの心の中に植え付けられますように。私たちは皆あなたの知恵が必要です。若くても年を取っていても。主よあなたからどのようにして知恵を受け取れ。

皆さん自分でこういうことを言ったことありますかなんでこんなことが私にあるいは僕に踊るあの起こるんだろうかなん<何>でこんなことをやっちゃったんだろう愚かだったなとか。

そもそも知恵って何でしょうか知恵というのは知識と同じものですか違います知恵というのは理解というのと同じでしょうか違うんです知恵というのは Can I say? 知恵というのはこういうふうに言えると思うんですね。私たちが理解していることを自分の生活の中に当てはめることによって成功とか繁栄とかをもたらしていくということなんです。So、2 6-15 信玄の2章の6節から15節をまた見たいと思います。聖書の中に出てきますけれども、ソロモン王という王様がいましたけれども、世界中で、その地上で一番知恵のある賢い王様であったとあります。 そのソロモン王が王様になるときに、神様はソロモンに、あなたは何が欲しいですかと尋ねられたときに、ソロモンは富ではなくて、この民を治めていく、知恵をくださいと言ったんです。 そして神様はその答えを聞いて、知恵だけではなくて富も両方を与えたんですね。ねそして信玄の2章の6節にこういうふうに書いてあります。 He guards the path of the just and protects those who are faithful to him. Then you will understand what is right, just, and fair, and you will find the right way to go. For wisdom will enter into your heart, and knowledge will fill you with joy. Wise choices will watch over you. Wisdom will save you from evil people, from those whose words are twisted. シュガチエを与え、み六節から知識と英知が出るからだ。 主は正直な人のために優れた知性を蓄え誠実に歩む人たちの盾となり公正の道筋を保ち主にある敬虔な人たちの道を守られるその時あなたは義と裁きと公正をまた全ての良い道筋をわきまえ知る知恵があなたの心に入り知識が魂に喜びとなるからだ15節までですね主はあなたを守り 英知はあなたを保つ。それはあなたを悪の道からね。じれごとを語る者たちから救い出す。その者たちはまっすぐな進路を捨てて闇の道に歩み、悪を行うことを楽しみとし、悪しきね。じれごとを喜んでいる。その進む道は曲がり、彼らは道筋を誤る。 神様は私たちに知恵を与えられるとおっしゃるんですけれども、その知恵を得るために私たちはある決まった道を歩んでいかなくてはいけないんです。私たちは本当に知恵を持って、私たちは本当に心から知恵を求めているでしょうか 知恵というのは、私たちが神様の道を歩んで初めて知恵を得ていくんですね。知恵というのは、私たちがありとあらゆる状況に知識をまた理解していることを当てはめていくときに 得るものなんですそして知恵というのは私たちに成功とか繁栄とかをもたらすものです私たちには知識はいっぱいあるけれども知恵がないということが あります知識はいっぱいあるんだけれども自分が直面しているその状況に持っている知識をどうやって当てはめていったらいいのかわからない時がありますで、時々自分には知識はあるけれども <laughs> 自分が直面している状況の中にその知識を当てはめていき でも神様はこうおっしゃいます。減りクだった者に、私は知識、えー、ごめんなさい、知恵を与えると。減りクだった者に神様は知恵を与えられます。 求める時には減りくだるっていうことが必要になります。ソロモン王が王様になった時に。で、その王様になるっていう状況が突然やってきたんですね。 ソロモン王のお父さん、ダビデという人がいましたけれども、そのダビデ王は、えー、自分には他の息子がいて、その息子が実は王様になりたがっているんだけれども、私はその息子には王様になってほしくない。ソロモンを王様にしたい。 と思っていたんですねですからソロモンはいつか自分が将来王様になるなんていうことは全然分かっていなくて突然王様になるっていう状況がやってきたんです。One day で、ソロモンはある時、えー、王様になる前ですね、自分の友達と遊んでました。And the next day, そして突然その翌日にはイスラエルの全民を全ての民を治める王様として玉座王座に座っていたんです。そして自分が下す決定、決断が全ての全国民に影響を及ぼすというそういう状況になっていたんですね。 そして彼はヘリクだって神様にこう言いました。神様、この民を治めていくためには私はあなたから知恵,が、えー、知恵をいただかないと治めることはできませんと言ったんです。 で私も親ですから子供のことを考えて神様の前にへりくだってこういったことがあります。神様、子供を教え、育てていくために私はあなたの知恵が必要ですと。どうしたらいいか分かりません。 そして自分、ヘリクだって、謙遜になって、神様からに知恵をくださいっていうこともあったし、またヘリクだって、どういうふうにしていったら子供を育てる、きちんと育てることがいいできるかわかっている人のところに行って、アドバイスをもらったこともあります。<music> でもちろんその方たちは私よりももっと神様から知恵を持っていて、経験な、えー、知恵を持っていた人たちです。So 私たちはもう何回となくスコット先生のところに行ってこういう状況になっ,たらなってるんですけどどうしたらいいでしょうかって言ったことがあります。ですから、知恵を得るための一番最初のステップというのはヘリクダルということなんです。そして2つ目のステップというのが神様は 上司、はいえー、神様に対して正直になることによって、えー、常識という宝を与えられるということです、えー。他の人たちに対して私たちは正直にならなくてはいけません。自分自身に対しても正直になる必要があるんです。 時々私たちは自分の生活の中に起こっている現実に直面したくなくて、今はそれは考えたくないって言ってしまったり思うことがあるんです。 でだ誰か別の人がアドバイスをして助言を与えても自分が傲慢に投げすぎててそんなアドバイスはいらないと思ってしまって受け取らない時があります。そ、so、そしてのの後どうううなるかというとい違う道を別の方向を歩んでいって で最終的にあ,あの時にあんなことしなくちゃよかったなって後悔することになるんですね私たちは自分に対してまた周りにいる人たちに対して正直でしょうかでそ,のたそのことに関しても自分が減り下るっていうことが必要になってきます <music> 知恵を得ることの 土台基礎になることがまず自分が減りくだるということなんです私たちは神様からの敬験な助言、アドバイスに対してそれを受け止める意思があって減りくだっているでしょうか。あるいは私はマイウェイ、自分の道を行くんだっていうふうにしてそういう歌を歌ってしまうでしょうか。 凶、えー、潔さを持って歩んでいる人を神様は守られるとあります。私たちは自分で言っていることを歩んでいるでしょうか 私たちの中に高潔さ、潔さっていうものがあるっていうことを周りの人は見てわかるでしょうか世,の中世の中の人を見ていると日曜日はこういう感じなんだけれどもこの人は月曜日職場に行くと全然違う人のようになってしまって全然合わない。 じゃないですか？って思ってしまうような。そういうタイプの人がいます。私たちは潔,潔さを持って歩んでいるでしょうか？ 私たちが好結さを持って歩んでいると、自信を持って神様が私が好結さ、潔く歩んでいるから守ってくださるんだっていう確信を得ることができます。 大抵の人、多くの人がですね、例えば、就職の時に、会社側に対して、私は日曜日は仕事はできませんと、まずは言うんですね。で、そうすると、そういうことをはっきり言うと、会社側からすごく好意を得ることがあります。でも、 同僚の人がに見つけられてしまって、ある日曜日に、えー、カラオケに行ってるっていうことが分かってしまったらどうなるでしょうか ?It would destroy their i n t e g r i t y i s a i よさというものがその時点で壊れてしまうんです、ね。 それまでその人が言っていたことを会社側あるいは周りの人たちは信じていたかもしれないけれども、一回、たった一回のあること、ある行為、そのカラオケに行ったりするっていう、そういう行為でもって、その人がこれからどんなことを言っても会社の人たちは信用しなくなるかもしれません。

えー、正義のある人、義の人に対して、神様はその人が行く道を守られます。正しいことをきちんと正しく行ってやっていくという、そういう生き方をしている人が義の人ということです。<laughs> そしてそれは結局、潔く生きるっていうことに戻ってくるんですね。私たちが義を持って正しく潔く歩んでいるときに、神様は私たちを守ってくださるって、そういうふに約束してくださってます。そして、誠実な人を神様は守られるとあります。 私たちは忠実で誠実な人でしょうか私たちはそうだって私は少なくとも信じてるんですね。神様は私たちが誠実であることを望まれます。で、私たちは 時々自分が思っ,ているように思っているような正しい方法で物事が進んでいかない時があります。で自分が何をやったかその時は気がついてない時があります。自分の生活の中で物事がちゃんとうまく進んでいかない、そのことを感じて、そのことを見て、神様に起こったっていう。 人いらっしゃいました。時々自分の生活人生の中にすっごい大変なことが起こって神様なんでこんなことが起こるんですかなんでこんなことを起こる。 ことをあなたは許されるんですかって思うんです、ね、そして自分がいる状況のことを神様にあなたの責任ですっていうふうに神様を責めることがありますでも時々そういうことが起こる理由というのは私たちが その前に間違った決断をした、あるいは間違った選択をしたから相違いになるということがあるんですね。すべて災難、災いと呼ばれることすべてが私たちが間違った決断をしたからだとは言っていません。 Sometimes just because life happens, we, we find ourselves in hard situations. But when we're in the middle of a hard situation, we need to examine our own hearts and our own lives and say, is this because of my bad decisions? でもそういう災いあるいは災難のど真ん中にいるときにそれを経験しているときに自分はもしかして何か間違った決断をしたかなと自分の心を吟味する必要があるんですね。そして。 そして自分で吟味してもわからないときは、皆さんリーダーのところに行って、何か私は間違ったことをしたと思いますかって聞いてみてください。Ourselves before God. 知恵というものは、神様の前に自分がまずへりくだったときにやってくるものだということを理解しなくてはいけないんですね。And that そして成功というものは神様の知恵をいただいていくことで成功というものがやってきます。はい、神様、私はあなたの前に間違った決断をしました。 ですから私は今その責任を取っていきたいですっていうふうに減り下るんです。私はあの時に、あるいはこの時に、こういうきちんとした決断をしなくちゃいけなかったんですけど、私はその決断をしませんでした。 決断をしないということは、間違った決断をするというのと同じぐらい間違ったことなんですね。アーメン。メンと言いますか。<laughs> 皆さんめちゃめちゃ静かですね。<laughs> 私たちが人生の中で、えー、いろんな決断をしていきますけれど、その決断に対して私たちはまた責任も取っていかなくちゃいけないんです。今日本語聖書から読みますていのなくのゃい節からですね。ね 知恵は大通りで叫び広場でその声を上げ想像しい街角で叫び街の門の入り口でその言葉を語る私たちの人生の中には選択肢が二つあります。 知恵は私たちに向かって叫んでいるんです。私たちが減り下って、その叫んでいる知恵を受け取って、神様の道を歩んでいくというのが一つですね。そしてもう一つの選択肢というのは、信言の9章の13節のところに出てきます。 えー、愚かさが叫んでいるというんです。13節からですね。愚かな女は騒がしく、わきまえがなく、何も知らない。その女は自分の家の戸口に座り。 町の高いところにある座につき、ま、道行く人々に呼びかけて言う。自分の道をまっすぐに、まっすぐ歩く人々に。浅はかなものは皆、ここに来なさいと。また良識のない者に向かって、この女は言う。 今ここで見ましたけど、知恵というのと愚かさというのと、その方法はある種似ているんですね。同じなんですね。その両方が、知恵も愚かさも両方が公の場所にいて叫んでいる、呼びかけているというんです。で、その違いというのは、そのおののが何を言っているかということなんです。 そしてそれぞれが言っていることに私たちの心がどういうふうにつながっていくかということなんです。私たちは神様に従っていくという傾向があります。そして神様の知恵を見極めていくことができるんですね。 でも、愚かさというのは自分の道を、えー、自分のことをと言っています。私は自分の人生、自分のやりたいように、自分のしたいことをやっていくんだ。そうすると、その行き着く先で、 会わなくてもいい災難というか難しい状況あるいは災いにぶち当たるぶつかってしまうんですね。One, one もう一つ,、えー、一つは神様を求める心。もう一つは私のやりたいことをやっていくんだという心。 私たちがどの道を歩んでいくかということを決めていくときに、そのどっちの声を私たちは聞いていきますか

Sometimes wisdom isn't always fun to hear. Wisdom is not always fun to hear. It's not always something we want to listen to. Is that right? Sometimes people give us advice and we really don't want to listen to it. そうじゃないですか。時々皆さんにいろんなアドバイスをしてくれる人がいますけど、そのアドバイス、正直なところ聞きたくないなって感じる時がありますよね。なぜかというと、そのアドバイスは自分がやりたいことといちいちちいちいち全部反対してくるからです。多 で時々、私たちがいやーそのアドバイスあんまり聞きたくないなという本当の理由はもしそのアドバイスを受け止めてそれをやっていこうとすると自分が行こうとする方向を変えないといけなくなるからです。You know, me, like、私のことを言わせていただくと私は小さ,いプレあの小さいサイズというかですね小さいプレゼントをもらうのあんまり好きじゃないんです、ね。 で私は、えー、どちらかというと、お金をいただいて、そしてそのお金をコツコツと貯めていって、普通はそんなすぐに簡単には買えないような大きなものをためお金を貯めて買うのが好きなんですね。 Uh, my birthday money, my この私の iPad ですけれども私は例えば父の日にプレゼントとしていただいたお金そして、えー、お誕生日の時にいただいたお金そういったものをお金を貯めていて で実際これを買うのに2年ぐらいかかりました,した,いたいそして、えー、私の妻に言っていたことはお金をいただいたらそれをずっと貯めていって私は大きなスクリーンのテレビを50インチぐらいのですね大きいスクリーンのテレビを買いたいって言ったことがあります。 <No. S 1> そして私の家内は「No! それやめて」って言いました。うち,のうちのリビングのに,にはあまりにも大きすぎてサイズが大きすぎこれくらいの大きいテレビですね。<laughs> so、話をして、また話をしてってやっていきました。 それ大きすぎるんだから壁にかけてもあんまり綺麗じゃないでしょ。う But I want it. でも私は欲しい。私はバスケの試合を大きいスクリーンで見たいんです。でも私はヘりくだらなくてはいけなかったんですね。 ああまあ、そうですよね、あの大きさだとちょっと大きすぎて、リビングはきれいに見えないですね。So で、結局、55インチじゃなくって、43インチぐらいの小さい、ちょっと小さいサイズにしました。で、確かに、それまで持っていたものよりは大きいスクリーンだったんですけど、私が買いたいと思っていたものよりはサイズが小さくなりました。でも、私の妻のアドバイスを聞くと、 っていうことをしなかったら、どうなっていたでしょう。家の中にですね、なんかこう緊張感っていうか、トゲトゲしさっていうか、そういうものが残ったと思います。<that> right? そうじゃないですか。 ある時は奥さんの言うことを聞かなくちゃいけないかもしれない。また別の時はご主人の言うことを聞かなくちゃいけない。そういう時があります。でもそのアドバイスを聞いて、そして神様の御言葉と照らし合わせるということが必要になります。ます聖書を見ますと、 イエス様がこの教会を愛されたように、夫は妻を愛しなさいと書いてあります。ですから私は自分の妻を愛していますから、家内が言うそのアドバイスを聞いて、55インチの大きいテレビにはしなかったんです。もっと頑固にな,ってな,なろうと思えばなれたかもしれない。でも、頑固になって ていたら、私の妻に対しての愛情っていうのがそこに現れてこなかったと思います。そして、自分の気持ち、自分の願いを押し通してしまったら、その後でずっと長い間後悔することになったと思います。 聖書を見ますと神様は私たちを愛しておられて私たちは神様を愛してそして私たちは自分,の自分たちが決断するときにその決断を通してその愛が流れ出ていくことを見たいと神様はおっしゃっていました。 そして私たちは自ら自分を減りくだらせて、正しい道を歩んでいくためにはどうしたらいいでしょうかというべきなんです。人生には二つの選択肢があります。知恵に従っていくのが一つの道、もう一つの選択肢は愚かさの方に行くということです。どっちの声を私たちは聞いているでしょうか 私は神様の声を聞きたいです。知恵が言う声、知恵が語ることに従っていきたいです。アーメンと言えますかお祈りしましょう。父様この日をありがとうございます。私たちの人生にあなたは恵みをくださっています。その恵みを感謝します。

そうすることで私たちの人生生活がスムーズにうまく動いていきますよ。今日ここにいらっしゃるお一人お一人に神様あなたが知恵を与えてくださるように祈ります。聖霊様の力によって今私たち一人一人に知恵があることを宣言します。奇跡が起こること。 私たちの生活の中に不思議な技が起こることを信じて宣言します。イエス様のお名前によってお祈りします。アメン主の神様の祝福がありますように。